Kindle FireHDX よび FireHDX は Amazon.com が販売していたタブレット端末である。7インチと8.9インチの2種類が存在する。米国では Wi-Fi LTE 版も販売されていたが、日本では Wi-Fi モデルのみ販売された。7インチと8.9インチは共に q u a l c o m のスナップドラゴン800プロセッサーを搭載している。 どちらのモデルも全面に 720pHD ビデオ撮影ができる1 2メガピクセルのカメラを有している。8.9インチモデルは背面に0 8 0 p 撮影が可能な8メガピクセルカメラを搭載している。外形はプラスチックの角で盛り上がり角張っており、電源と音量ボタンは後部に位置している。搭載されている2つのスピーカーはドルビーデジタルプラスに対応している。 通常仕様で満充電から12時間はバッテリーが持つとされている。Kindle Fire HDX8.9 の後継である Fire HDX8.9 は Qualcom のスナップドラゴン805プロセッサーを搭載している。サウンド機能はドルビーアトモスに対応し Wi-Fi は IEE802.11AC に対応した結果、わずかながら旧モデルより重くなっている。 Kindle FireHDX の両モデルともに Android 4.22のフォークである FireOS3 を使用する。ボタンを押せばいつでも無料の技術サポートが受けられるメーデー機能があるほか、クラウドを利用し高速化したブラウザー、シルク、ゲームやアプリ、Amazon が提供するメディアコンテンツを購入するための Amazon アプリストアがある。FireHDX8.9 は FireOS4。 サングリアを使用しており、FireOS4 は UI の改善や複数アカウント用のプロフィールが特徴。メーデー PC 雑誌のサ者シャセガンは、メーデーボタンを押せば15秒以内に Amazon のオペレーターが画面のビデオチャットウィンドウに現れ Kindle Fire に関する質問に答えてくれる。彼、彼女は何のアプリをダウンロードすればいいのかさえも教えてくれると言及した。 彼の Kindle Fire HDX7 についてレビューではメーデの遠隔ビデオサポート機能を革命的で Amazon の最もワクワクする機能と呼んだ。Fire OS の UI Fire HDX の UI は最近使用したアプリやダウンロードコンテンツがスライダーに表示される。また下にスワイプするとインストール済みのアプリが一覧で表示される。文書やビデオ、音楽。 本も同様である。ありがとうございます。